よっしゃ、みんな入ってくれ。はい。はい。はいはい。うん。あ。どうもみんなの間でサンドでーす。え、サンドなの？俺全員プッチになってるんだけど。私の画面全員サンドだよ。おーい！みんなこの既存のスキンになって。なんでひらこはそれなんだよ。はい、じゃあみんな戻して、じゃあ。え？あれ？なんで？ちょ、もう一回もう一回。シュン、ひらこ、サンド、俺の順番でスキン変えよう。いきまーす。はい。お、シュン。シュン。はい、次ひらこ。おい！シュンがひらこになった。あら。サンド頼む。お、みんなサウンドになった。 あれみんなサウンドってことは、ってことは、はい。いいねー。おい、なんでみんな気持ち悪くなんだよ。以上、水上生活クラフト最終回の理由でございます。どうも、こんにちは、プチプチです。どうも、こんにちは、ひなこです。アイドルのサンドです。どうも、しゅんです。キモ。ということで、本日水上生活クラフト最終回をやっていきたいと思います。ということで、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録はね、右下の登録ボタンからできるので、これを押してください。その隣にあるベルマークボタンを押して、すべてにすると通知が届くので、これも絶対押してください。悲しいと思った方はね、ぜひね、高評価ボタンよろしくお願いします。お願いします。お前最終回だからって、おも楽しいんじゃねえよ。お前もう来ないかなって。やめろよ。俺がやったみたいになるだろそれ。最後にね、重大なお知らせがあるので、最後まで動画見てください。よろしくお願いします。ということで、皆さん本当に悲しいんですけど、 B 版なんですけど、こちらスキンがね、変えられなくなってしまいました。とうとう前まではちょっとバグとか仕様を使って、まあ、ギリギリ変えられたんだけど、もう本当に変えられなくなってしまって、でもね、水上生活クラフトね、本日で幕を閉じたいと思います。まあ今日は何をやるかというと、まあ、水上生活でクラフトに、ね、今もうパート何やったかもわかんないぐらいやってきたんですけど、今まで私たちが作り上げてきた建築物を一から順番にさらっとね、見ていきたいと思います。はーい。ねえ、まあ何作ったかも本当覚えてないからね。覚えてないのかよ。全員同じスキンなんでね、色を与えました。ひなこがブルー、ダイヤモンド、サンドが灰色。灰色って言い方なんだよ。シュンがおしっこ色。おしっこ、おしっこ漏らしてー。じゃあまずはね、原点に帰るか。水上生活クラフトが始まった土地へ行くか。あ、あれ？始まりの土地？そう、始まりの土地さ。無駄遣いすんなよ、雪玉。おい、シュン、最終回だもん。資源どうしてもいいんだよ、自由にして。ほんと？もうだってこのワールド帰ってこないもん、二度と。うん、いらないもん。いらないとか言うねよ、お前。悲しくなるだろ。もう終わったらもう消すもん、この撮影。もう消すもんね。消しはしない。あ、なんかひなこになったよ。なんで？わかんない、なんかひなこになった。もうなに、お構いになるのやめる。ひなこっぽく喋った。いや、そんな喋り方しないからやめて、ほんとに。やだーね、やだー。ほら、早くこっちで起きて。皆さん、ここが水上生活クラフトで、パート1でね、一番最初にスポーンした場所でございます。おい、ひなこまた掘るなよ、お前。最初みたいに、まあ、水の上にある砂とか、なんか土地には、まあ作ってはいいことにします。まあ、つまり無人島生活みたいなもんですね。え、何やってんの勝手にね。ダイヤのピッケルをね、作れてるっていう成長が。お、ダイヤ、おい、大勢よ、お前。痛い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 。もったいないでしょ。こっから始まったんだね、すべては。こっから始まったのか。こっから始まったのはいいけど、お前釣りすな。釣りしてるのはお前だろ。あ、俺か。俺釣りすな。初めて聞くツッコミだな、これ。よし、戻ってきた。戻ってきたぞー。おーい、やめろ。何？燃やすな。火事火事火事。おーい、荒らすなよ。なんかブッチ編集基本してるから、ほぼ全部私がやった。バリクソスイッチでやってたよね。ほら、おいで、お前ら、ちょっと次のとこ行くよ。はい。お次作ったのは、この植林場でございます。あ、イルカが来た。あ、イルカいるやん。新しいイルカじゃね、これ。雪男じゃないや。スポーンしたんだ。あ。あ。雪男！あー、広い！ね、これ、ひなこが作りました、これ。この上からの景色とか、あんまり見せたことないね。でも、すごいな。え、これが、パートいくつぐらい？これね、パート、今調べてるんかい。パート7でございます。7でこれってすげえな。その次の次に作ったのがこれ、釣り堀でございます。え、これすごいでしょ。これ何、これ360度どっからでも釣れるっていう。釣れるよーって。あ、ねえねえ。サンド、さあ続いてはこっちです。置いてかれたんだけど。見て、頭埋まってる。見
見て見て見て。キモい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 。そしてね、次ね、小屋を作りました、動物小屋。まあ、これ、ひなこちゃんがね、作ってくれました。はいはい。よし、みんなついてきて。いや、燃やしながらついてくんだよ。で、俺が作った、もうめちゃくちゃすごいもんがあるから、こっち。何？これだよ、これだよ、これ。ドアーネザーゲート。すごくないよ。あ、あ、やばい、ゾンビがいる、やばい。いや、向こう側で戦われてもわかんねえや。ちょっと助けて。大丈夫か、助けに行こう、みんな助けに行こう。はーい。大丈夫か、ひなこ、大丈夫か、ひなこ、旬になってる、旬になってるよ。さあ、お次はこれですよ、ひなこさん。なんだそれ。お前が作ったんだろ、これ。ひなこが作った村人増殖器付き人参畑付きゴーレムトラップ付き魚トラップ。で、なんかアップデートかなんかによって、ゴーレム湧かなくなっちゃったんだよ。はい。でも人参畑の成果すごいんだけど、ちょっと見に来てよ。4段目、5段目くらいまで人参畑。やばやば。そうだね、この辺まで入ってる。悪い村人がいるよ。あ、なんでそんなとこにいんの？なんでいんのこいつ。戦うぞー、戦うぞ。俺のスコップくらえ、しれ。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、旗持ってるよ俺。ナイスナイス。え、すごいじゃん、最終回にして初討伐じゃん。でね、この村人たちをこう厳選しようって言って、この村を作ったんだよね。襲撃って何？何？え、ね、襲撃、イベント始まっちゃった。イベント始まった。イベント始まった。もしかしたら出くわすかもしれないってことで、あいつ倒したから襲撃されたってことかな。そうそうそう、そうだと思う。いや、倒すなよシュン。俺か、お前やん。まあね、これでね、こう建物を作ったって感じ。そして皆さん、こちらですよ、こちら水上ホテルですよ、水上ホテル。お、これ誰が作ったんですか？僕です、僕。あー、まあ。ザコイホテルだよね。いや、燃やすな、燃やすな。ここのスイートルーム見ろよ。俺、ここめっちゃ頑張って作ったんだからね、このスイートルーム。なんでお前いんの？あ、で、いるじゃん、いるじゃん。刺激してきて、刺激してきてる。戦おう、みんなで。戦うぞ。なんか俺が助けてよ。助けて。これ何これ、何これ。サトシねー。な、おかしい、おかしい、おかしい。よし、そしてね、こちら、ひなこの超スーパーウルトラ作品、処刑場でございます。いや、これマジですごいよね。何歩通りもある処刑場だからさ。え、なんかとりあえずさ、サンドまた殺そうよ。いやだよ。なに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 、おい、なんでここ開いてんだよ。おい、え、痛い、やめろよ。めっちゃいるよ、めっちゃいるよ。ほんと、やべ、やばくね、攻撃いんない、こっちから。あー、牛。さて、お次は美術館でございます。これひなこがめちゃくちゃ頑張って作った。えらい。おお。二人でこれ名前つけたよね、絵にね。名前つけた。私これが好き。有名な画家が描いたゴマ塩。俺もこれ好き。俺これ好きだよ。あの、この前のクリーパーのやつでも残ってた。あ、プッチやポンコツ。うん。壊すな、お前。これあったな、この伝説の勇者プチひなさん。あ、そんな動画も撮ったね。サンドがさ、撮影できないから音声だけもらって早々に殺す。そうそう。え、なんだっけそれ。ここが要塞か。やっとたどり着いたね。それじゃ行くか。わあ、サンド。サンド。くそ、サンドがやられた。俺のことは置いて先に行け。まあ、水やったしもういっか。戦力外だし。そうだね。ちょ待ってよ。これいらない、いらない。バイバイ。ちょ待ってよ。あいついても何も変わんねえ。変わんねえ、じゃあね。じゃあな、サンド。ちょ待ってよ。ちょ待ってよ。待ってっつってんだろ。これだよ、みんな、この水上クリーパー。すごい。シュンさんが作った。なにこれ、なにこれ、怖い、やめて。あぶな。楽しかったし、この脱出。ね、楽しかった。しかも再生回数もいい。ねえ、話やめろよ。でもだいぶ好評だったしね。好評だったね。だって。やめろよ、お前。ブラックではない、出すなよ、お前。あ、そしてね、アーチェリーやったね、これね。懐かしいね、クロスボウ出た時だよね、確か。じゃあ俺的になるから当てて。いいよいいよ。はい、来い来い、お前ら。近い。動かないでね、的は動いちゃいけないから。なんで動いてんの。いや、動く的。あ、痛い。じゃあなんか俺エアボーガンやってんだけど。何エアボーガン。前習いしてるんだけど。3代目のさ、なんだっけ、あの
そして皆さん、こちらですよ、こちら初めての公式ホームページになったね、丸バツクイズでございます。10周年記念の丸バツクイズでございます。いや、これめっちゃ懐かしいよね。じゃあ問題出すから入ってよ。はい、いいよ。問題いきます。世界で一番可愛いのは祭りひな子である、丸かバツか。バツだな。うん。3、2、1、ヘイ。あー、よし、まあチンコも作ったよな。ガマヒナコが作ったおちんちん。雪合戦っぽいのやりたいねって二人で話してたらチンコ作りやがったんだよね。じゃあしゅんさん、しゅんさん、チンコの光照らすのみんなで妨害するのやろうよ。いいよいいよ、スタート。いくぜ。てんてれてれてん。ちげえって。しゅんがチンコ光らせたよ。あー、おめでとう。おちんちんピッカピカだね。よかったね、しゅんさん。ピッカピッカのおちんちん。まあ、しゅんさん今日からおちんちんって呼ぶね。飛び石のおちんちん。飛び石もうおちんちんのしゅん。でね、そのおちんちんのしゅんが作ったアスレです。アスレ、よーいどん。はいはい。てーてれてれてー。あ、痛い。待って、痛い。なんで逆走すんのお前。あれ、あいつゴールさせないでおこうぜ。いやいや、俺もうゴールしてるから。ほんとだ、ほら、あ、ほんとだ、いっぱいミルプチュなんだよ。それはそれは盲点。俺、おお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 おねえ、また構えてんだけど、もう何これ。よし、さてお次、もう残りわずかになってきたよ。脱獄流行ってた時にやったひなこ作のひなこ脱獄、このなんか作業台の場所が一番難しかったんだよ、これ。うん、そうなんだよ。これをね、一番最初に確かに見つけたよね。で、最後何がないって言ったら、もう一番最初に見つけなきゃいけないやつがなかったんだよね。あ、ボートレースだ。そう、ボートレース、これね、しゅんさんがね、作ってくれました。これ一回やるか、ボートレース。オープンだよ。じゃあラスト、ちょっとボートレースして終わろうぜ。おー、じゃあ私審判するね。あれ、オッパンカンナムスタイルになってる。オッパンカンナムスタイル、カンナムスタイル。よーい、どん。いくぜ、いくぜ。あ、なんかサンドルール無視して、サンドルール無視してる。俺にはルールがねえ。あ、でもそんなサンド俺は抜かしていく。じゃあいくぜ。イルカ邪魔すんな。イルカ邪魔すんなよ、おめえ。男の本気の試合だから、マジ邪魔す。あ、ひなこになった。女の子の大事な試合になった、これ。あ、頑張るわよ。頑張れ、頑張るわよ。あ、プチプチが、いや、私ひなこよ。誰が1位かな。おいっしゃ、いける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 。俺1位いける、1位いける。何何、バカ、あれバカ。水上生活クラフト最終回、楽しんでいただけたでしょうか。いつまでやってんの、まず手下ろせよ。おっぱんこんなぶさ、いいわ。おっぱんこんなぶさ。ちょっと悪いお知らせになってしまったんですが、最後の最後、ちょっといいお知らせをね、発表して終わりたいと思います。お、はい、あ、いい発表。ディリン、2020年は始動は水上生活クラフト2、お楽しみに。イエーイ、お楽しみに。最終回とかってバカすな、バカバカ。え、これ本当にコピーね、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 コピーね